はいどうもこんにちは、始まりました農業塾チャンネル。さあ本日も塾長がお送りしたいと思います。さあ皆さん、農業ライフ楽しんでいるでしょうか。塾長は毎日楽しんでおります。さあ本日は美味しい野菜の見分け方シリーズをご紹介したいと思います。さあ今日ご紹介するのはこちら、ナス科のピーマンについて勉強していきたいと思います。ピーマンってナスの仲間なんですね。はい、皆さん知ってましたか。さあピーマンですが、悲しいことに子供たちの苦手な野菜ナンバーワンと言われています。なので塾長、ぜひ子供たちにもピーマン嫌いを克服してほしいということで、これさえ知ってれば美味しいピーマンを見分けるコツをご紹介したいと思います。世の中野菜好きが増えたら塾長とても嬉しいです。さあそれでは場所を移動したいと思います。それ、はい、スーパーにやってまいりました。さあ本日は新鮮なピーマン、そして美味しいピーマンを見分けるコツを伝授したいと思います。それではフリップカモン。では1つ目、ヘタをチェックしてください。はい、ピーマンのヘタですが、この頭の部分です。はい、さあこのヘタですが、丸いものやカクカクしているものがあるんですが、さあ美味しいピーマンを見分けるコツは、このヘタの部分が五角形のものを選ぶようにしてください。くっきりと五角形になっているものはしっかり栄養が入っている証拠です。なので丸っぽい形じゃなくて、しっかりと五角形のものを選ぶといいです。さあそしてピーマンの苦味が苦手な方、そういう方はこのヘタの部分が五角形じゃなくて六角形以上のものを選ぶと苦味が少ないと言われています。なのでぜひ苦いのが苦手な方は六角形以上のものを探してみてください。はい、そして2つ目は膨らみをチェックしてください。さあピーマンですが、新鮮なピーマン、そして栄養価の高いピーマンはふっくらとしており、そして見た目が逆三角形になっています。そしてね、この逆三角形のピーマンの中で最も肉厚なものを選んでください。さあそんなね、ピーマンが美味しいピーマン、そして栄養が高い新鮮なピーマンと言われていますので、ぜひチェックしてみてください。さあそして3つ目は皮を見てください。さあピーマンですが、皮がツルツルツヤツヤしているものを選ぶのがコツです。はい、ツルツルツヤツヤしているものはしっかり水を含んでいる証拠です。なのでそんなピーマンはピカピカピカッと光っているはずです。さあそして色を見てください。ピーマンの色が深い緑色をしていると新鮮な証拠です。ピーマンね、時間が経ってしまうと色にムラができてしまいます。なのでしっかり深い緑色をしているものを選んでください。さあ最後4つ目は切り口をチェックしてください。はい、この切り口がみずみずしくてシワがないものを選ぶと美味しい新鮮なピーマンと言われています。さあこちらの切り口がみずみずしくてシワのないものを選んでください。ピーマンね、時間が経ってしまうと切り口の水分が抜けてしまってシワシワになってしまうことがよくあります。なのでこの切り口がパツッと水分をしっかり含んでいるものを選んでください。はい、ということで以上のね、4つのポイントを押さえてもらったら美味しい新鮮なピーマンをきっと選べるはずです。そんなに難しいことはありませんので、ぜひこの目利き術を試してください。ではおさらいいきます。それ、はい、フリップカモン。はい、ではおさらいです。1つ目、ヘタがくっきりと五角形のものを選んでください。はい、新鮮で栄養がしっかり入っているピーマンというのはこのヘタの部分が五角形以上になります。そして
苦いピーマンが嫌な方は六角形以上のものを選んでください。ぜひピーマンが苦手な子供たちにはこの六角形以上のものを選んでみてあげてください。さあそして2つ目、さあ2つ目はふっくらと逆三角形で肉厚なものを選んでください。はい、もうこちらに関しては大きいものを選びたい、え、みんなそう思うと思います。なので逆三角形で肉厚なものを選んでください。そして3つ目は皮がツルツルツヤツヤしており濃い緑色をしているものを選んでください。はい、なのでね、色にムラがあるやつは時間が経っている証拠かもしれません。なのでしっかり濃い緑色をしているものを選んでください。さあ最後4つ目が切り口がしっかりみずみずしいものを選んでください。はい、というこの4つのポイントを押さえてもらえたら新鮮で美味しいピーマンを選べるはずです。はい、ということでぜひね、苦手な野菜No.1のピーマンを苦手野菜から脱却してもらいたいなと思っております。はい、塾長、農業をしている人、そして農業に興味がある人、そしてそして未来の可能性をたっぷり持った子供たちを応援しております。ぜひこの動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ではいつもの挨拶いきましょうか。皆さん用意はいいですか？いきます、せーの、まったねー、ぎっ、バイバーイ。うまい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 ぞー。